もっと下か、ね、ちょっと左膝もうちょい前につけるとか、左膝もうダウン、そう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 、それ曲げすぎです。僕ちょっと検討して、普通にケンちゃんこう上に行ったら、この膝の調整でちょっと外気味に、あーいって、ここはね、このまま、このまま、ああ、そんな感じです。もっと、あ、オッケー、オッケー、オッケー。ああ、いい。なるほど。ここ回ってって、ああ、いっちゃえ。なるほど。
これやっていると、カットとストレートで状態が浮いてきちゃうので、これだけラインをとかないままとかない、よりっぽいにします。はい、ちょっと攻撃が見えてきます。見えてる。もう、ユウくんの方が当たる気がしない。いや、多分、ユウくんが効いてきちゃう可能性がある。カットが全部横当たっちゃってるんで、できたらこっちする。これでちょっと出てきます。こっちに。でも俺今、ロー当てよう、ロー受けろっていうか、結局、あの、下になってますね、俺。結局、下っすね。なんかあの、こう、ここを蹴りたいんですけど、はい、なんかあの膝やられそうで怖くて。それはあります、はい、だから確実になんか上がってない時にこうあの上から振り下ろすのはやりたいんですけど、あ怖くて、あの一度膝でこうガードされると痛くないですか。痛いです。それでビビっちゃうんですよね。だからさっきのローも全部聞こえられちゃってるんですよ。これちょっといいのあるんですけど、はい、ミドルのゴムでロー蹴ったらいい。こういう感じでこう来た時に、僕普通にロー蹴ったら、うん、これでカットするじゃないですか、はい、ちょっとカットしよう、カットするんですよ。これでおお面白い。ミドル打ったらこれ、はい、おお、そんな感じです。これがいいね。だから油断してる時にこれをやりたいんだよ。なので OK です。それだったら怖くないんですけど、なんかあのカットされてるからあの怖いんだよ。痛いんだよね。そうなんだ。こう打ち下ろしじゃないですか。あいつ。そうそう。痛い。これいいよね。だからこれをさ、あの前鈴木さんが教えてくれたこう、はい、こう頭下げたって言ってたんで、こうするの。そう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 。これはもう一試合で入れたいですよね。ああ、これ相手パンチビビる感じとか打ち合いだったらワンツー入れて今のだと、はい、右手出しちゃったもんけど。はい、そうです。はい、そうです。痛い痛い痛い。これ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 ね。はい、痛い痛い。痛いに、すっげえ感じのガーってなるんですけど、なると思う。痛い。これ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 。じゃあ、今ここにあってたんですけど、いや、痛い。うわ、痛い痛い。それがビビっちゃって怖いんですよね。ああ、この。俺、試合中に来たらもう、仕事するんですか。最近それでほとんどちゃうのもいるよね。痛いよね。なんでか。よくしないと、ね、やってがいじゃないと思う。あの、ずっと上がりたいんで。これ、ずっと痛いと多分ずっと痛い。マジか。一回痛いと言っちゃった方がいい。どうやって上がらない。あ、はいはいはい。ダモクずっと長くなって。あ、大丈夫大丈夫。ダモクいました。そう。一時期バーンってやってまたダボケって繰り返しちゃう。あ、でもこれ骨に当たっただけなんで。あ、ですよね。骨と骨のダボケ。いやいやいや、もう治りました。はい、まあ、そんな経験いいね。で、これね、
そう、やばい。はい、どうぞ。ホッとしたんです。そうっす。左側に下げて。全然痛くないです。いいの？めっちゃ軽いよ、全然軽いよ。今まで軽くないって言ったら軽いやつですね。ちょっとポップの会話。いやもう来た瞬間分かりました。あ、これ強いやつだと思う。いやでももっと思いっきりいく。いや無理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 、やばい。相手にカットさせた着地足行きましょう。はい、いいです。着地足、着地足って何ですか？一回、僕やりますよ。手を振りして、はい、こうやったら相手がカットする選手で、はい、カットしかないで、はい、足上げてカットするじゃないですか。はい、あー、なるほど。フェイントですね。フェイントの前ちょっとやったじゃないですか。はい、こうやって蹴るふりしてここでトン、はい、結構蹴ってみていいですか？次でもそう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 。これバックセットで僕も逃げます。はい、こういう風な感じです。ダメだったら、あー、でも避けるとこ見ていきます。蹴ってもいいし、おほほ、あー、いい。大振り、大振りやったら変わっていいか、相手大振りやし、あ、大振り、大振りで、あ、ちょっと一個やりたいことがあるんですか？はい、お互いに近距離で、はい、パンチ完全マスで、はい、パンチだけでいいんで、はい、下がらないようにして、はい、お互いちょっと押してるぐらいの感じで、はい、この距離で、we'll be right back.
考えて手数5倍出しましょう。5倍、もっと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 今弱いんで大丈夫、しっかり見てしっかり見て、今の半分の力しましょう。目をつぶってしまうのよくないです。続いていきます。ここから戻したら、いけたら首止めちゃうんです。はい。出しとかやって、自分から、自分の攻撃から、攻撃から、もうちょっと手数出しましょう。手数出しましょう。あー、サポーター、ワーク。サポーターなしで。じゃあ、いなしましょう。崩して、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 崩して。うい。オーケー。こんなイメージ。ラッシュ来たらこうです。ちょっと、ほんと首相撲、もうちょっと耐えてよ。はい。え、いいですか？いいよ。これ大丈夫ですか？え？これ大丈夫ですか？あ、当たんなければ。はい。お疲れ様、出します、出します。出します、手数出します。左手を使います。ここでジャブいっぱいです。ここでジャブいっぱい。ジャブいっぱい。ジャブいっぱいここで。分かった、なるほど。